ただいま、道のく人温泉違う、こういう物語、はい、やっていきましょう、はい、やっていきましょう。で、泣かせておきました。で、いきましょう。はい、ここはどうしたの？早く探しに行こうよ。あ、それだけ、まあ、撮影できるからいいけどね。え、あ、そっかそっか、ここはもう撮影したのか。え、じゃあどこに行けばいいのこれ。あ、あ、あ、分かれ道が出た。こっちが来たな。右か。あ、当たりっぽい。あれ、こっちの方って来たっけ。来てない気がする。てか前なかったよ。うん、まだ。あ、あれかな。え、どこ。あれ、あの右側の建物行ってみよう。彼氏の家でしょ。実家じゃないのね。お疲れ、うまく撮れた。本当に生きてるのだとすれば、仕事でこっちに転勤になったわけだから、普通のアパートとかそういうことだよね。一軒家ではないはずね。見つけた、ここだよ。どこ。これどこ。よかったな。じゃあ俺はここで。え、行っちゃうの。いや、そりゃそうだろ、そりゃそうだろ。彼氏に殴られたくないよ。やだよ、彼氏に殴られたくないよ。ああ、これから田沢湖の方に行って、そっちのホテルに泊まるんだ。そうなの。写真できたら送るから。住所知らねえだろ、住所教えてよ。うん、待ってる。おお、可愛いなこれは。はい、でもここで写真撮る。これ彼氏にこんなとこ見られたらさすがに怒られるだろう。これ家の前で撮影会やってる。お疲れ、はい、うまく撮れた。うん、はい、もう一枚やる。ダメか、別の場所行こうよって。もう別れるんだけど、ここで。はい、じゃあね。え、これだけ？なんだろう？ん？なんか強制的だ。トキコちゃんと合流でいい。少し遅くなったかな。トキコちゃんはどこだろう？少しじゃない気がするけどな。ゆうやさん。あー、なんか久しぶりな感じがする。いや、待ったかな。デートの待ち合わせみたいなのできた。ちょっぴりね。ごめんね、遅くなって。ううん、いいの。ゆうやさんを待っている時間も楽しいから。あー、完全に恋してる女の子だよ、これ。恋してる女の子の反応だよ、こんな。うわーって照れるぜ。もうここら辺は見ちゃった。うん、ゆうやさんと一緒に見たかったからまだです。うわー、これは。よし、じゃあ時間もないし早速見に行こう。わー、こいつ、こいつ、この子待たせてる間に他の女の子と撮影会やってたんだよ。どう考えてもこれの方が悪いだろ。これゆうやが悪いだろ。あー、これはひどいな。なんかもう簡単に声かけてる感じだよな。ああ、2枚目いける。おー、珍しい、こんなところで。待ってたドキドキ感の高揚感がトキコちゃんを上げてるのか。3枚目いける。どうだ、3枚目ダメか。まあどっちにしてもあゆりちゃんの枚数増やしていてよかったかな、多分。あら、何か石碑が立ってるわ。どれどれ、俳句のようだね。秋へと。あー、これ難しいね、待て。こういうのを伝えば波打ち越しぬ、御座の石。あ、御座の石ってなんかここの地名だって。してる。うん、知らないわ。ゆうやさんは知ってるの。あ、いやー、丸吉神風カンプ。やだ、いつも何でも知ってるよ、よく知ってるから。今度もてっきり知ってるものだと思ってたか、思ってた、知ってるものだとばっかり思ってたの。俺にだって知らないことぐらいあるよ。知らないことだらけだよ。何も知らねえよ。本当かな。石のとこで撮る？もしかして。あ、違うんだ。あ、でもこれはベストポジションかもね。普通の写真だね。モデルかなっていうところあるけど。モデルが撮る写真なのかな。普通にカップルで撮る写真に見えるんだけど。あ、右と左あるな。で、右から。はい。あ、ここ、とても気持ちいい。水の色が怖いくらいに。あー、全然か、もう、こん。何色にしてやろうかな。何色にしてやろうかな。まあ、いいや。ほんとね、信じられないくらい住んでるわ。透明度は30メートルくらいあるんだって。透明度ってメートルで表すの？ 30 メートル先まで見えるってこと？こうしてじっと見ていると固定に吸い込まれそうね。
ああ、このスタイルね。ここでこのスタイルか。ちょっと合わないかな。なんとなく。何か緊張しますね。喋った。うまくできるかしら。はい。どういうこと？専用？水の中入る。あ、入るわけじゃない。そんな専用スタイルではなかった。うん、気持ちいい。海風みたいな風だけど、海とは違って。塩臭くないよね。塩じゃないからね。まだ取れるの？すげえ取れるな。うわー、いいな、これ。うわー、いいな、ちゃんと逆光になってる。ちゃんと太陽の光が当たる方向合ってるもん。タッチエも。うわー、これいいな。これコンテストに出さない。ゆいやさん、ん？なんでもないの。いやー、なんだよー、なんだよー。何が言いたいんだよ。私の代わりに借金返してって言ってんの？借金の話、本当かな？おー、なんだこれ。あ、鳥。なんか戻ってきたら違う場所に来たな。でも、どうしてみな、湖に向かって鳥居が立ってるの？これ向かって立ってるのか。うん。そりゃ、ここの神様が、湖の竜神の振り子姫だからね。振り子姫だって。もともと鳥居っていうのは、人間のための参拝、三門じゃなくて、神様がやってくるための門として建てるものなんだと。だから、竜神の祀られているこの神社の鳥居が、湖を向いて立っているのは当たり前なのさ。そうなんですか。私ずっと鳥居って参拝者のための門だと思ってました。まあ、どこの神社でも大抵正面に立ってるからね。みんなそう思うよね。あんま鳥居ついてそんな深く考えたことないな。まあ、入り口かなっていう。入り口というか、なんか神聖なところと下界をつなぐもんなのかなっていうイメージではあったけどね。神様用なんだ。なんか若干音遅れていきますけど、気のせいか。さっき3枚撮れたの珍しいな。素晴らしい写真だったな。てか、このゲームって選択肢とかないけど、ゲームこれゲームっていうか、まあ、花札楽しいけどさ。神社にお参りしていこうか。まあ、それで分岐するのか。そうですね。ねえ、ゆうやさん。ここの神様の振り子姫って、どんな神様なんですか？昔ね、田沢湖のインナイソンというところに、振り子っていうこの世のものとは思えないほど美しい娘がいたんだって。振り子はいつからか、この美しさを永遠に変わらないものにしたいと考えて、怖い、発想が怖い。ある日の夜、密かに家を抜け出して、村の、大蔵観音でいい。大蔵観音。大倉観音に、100日の願いをかけたんだね。100の前みたいな。そして、いよいよ、100日の満願の夜、振り子の前に、神霊が立って、お告げがあった。その願い、常の人には叶わぬこと、なれ。あえて言うならば、この峰を北に越えたところにある泉の水を飲むがよ。そうすれば、お前の望みは叶うであろう。ごく。それで、ある日、振り子が友達と誘い合って、北の峰を越えて、わらび摘みに行った時のこと。昼食の支度で一人、沢辺に残った振り子が、ふと沢の淀みに目をやると、小魚が群れをなして泳いでいたんだ。不思議なことに、その小魚は、難なく捕まえられたんで、振り子はその中の一匹を焼いて食べたんだ。おう。魚なの？泉の水じゃない。魚は振り子が今まで食べたことがないほど美味しかったんだって。おう。魚を食べ終えると、振り子は急に焼けつくような喉の渇きを覚えて、近くの岩から湧く小さな泉から水を飲んだんだ。おう。その水は、またしても体に染み通るように美味しい水だった。しかし、不思議なことに、いくら水を飲んでも、うわぁ、怖っ！喉の渇きは癒されない。うわぁ。振り子はついに溜まりかねて、直接沢に口をつけて飲み続けたんだ。そして、ふと我に返ると、振り子の体は、身の丈、2ヒロ。ヒロでいい。これでヒロって読む ?3 文字書いて。かな、20ヒロって読む。にもなる、竜になっていたんだって。竜！その時、雲一つない、5月の空に、暗雲が垂れ込め、嵐になる。あ、永遠の命って竜になるってこと？降り続く嵐に凄まじい音を立てて山が崩れ、谷を埋め、流れをせき止め、あっという間に美しい水をたたえた湖と化していったんだ。
これが田沢湖と竜神になったフリッコ姫の伝説さん。スペクタクルな伝説ね。どういう感想それ。そのフリッコ姫が竜神様として祀られているのね。トキコちゃんもよくお参りしといた方がいいぜ。なんたって日本で唯一の美貌聖女のご利益の、ご利益のある神様だからね。ああ、美しくなれるんだ。日本で唯一なんだ。美しくしてくれる神様ってのはここだけなの。ほんと？ああ、綺麗になれるかな。綺麗になりすぎて、竜になったりしてね。ああ、竜イコール綺麗なの。まあ、一割ばかり言うんだから。なるほどね。永遠の命って竜になることだったんだ。なるほどね。いろんな伝説があるね。どこをどういう経由して生まれてきたのかすごい気になるね。そういうの。あ、ここ恋愛成就の祈願もできるんですね。ああ、恋愛成就のお祈りをするの。ダメですよ。それは秘密です。ああ、なんか年齢に合ったような発想もするのね。見た目の割に。でも高校生で花札とか覚えてる割に。相手は俺がいいな。まあ秘密です。さてお参りも済んだしどうしようか。そうですね。あっちの社務所で何か売ってるみたい。お守りかな。ああ、この顔ばっかで今回こういうとこだと大抵お守りとかおみくじだとは思うけど、社務所で売ってる。あと御朱印とかもそうなのかな。お守りだわ、こんなにたくさん。御朱印って違うのかな。こういうところで受け付けてないのかな。買ってあげようか。え、すいません、これ一つください。あ、ゆうやさん、ほら。あー、ラブラブ。これ、ね、和風な感じなのに急にアルファベットつけてきたな、ラブって。急に様相を呈してきたな。トキコちゃんに素敵な恋人が現れて守ってくれますように。ゆうやさん、ありがとう。このお守り一生大切にします。いや、素敵な男の人ができたら捨てといて、素敵な男の人に勘違いされるといいだから捨てといて、できたら、いや、大げさだよ。ううん、すっごく嬉しいの。だからこれは私の宝物にします。喜んでもらえてよかった。さあ、そろそろ行こうか。はい。ん、BGM 止まった。え、俺今勝負にした。うわ、俺勝負にした今。いやー、勝ちがした。撮影が乗ってた。戦うか。ちょっとします。俺が親だね。俺をは。はい、泣かせてきました。はい。割とね、勝負回数重ねてるから、トキコちゃんとは、渡り合えるようになってきた。サイコはなかなか手強くて、アイリちゃんも手強いけど、トキコちゃんはなんか戦術が分かってきた気がする。割とね、こっちが揃いそうな、ね、役を潰しに来てるんだよね、わざわざ。眺めのいいところですね。ここが振り小僧のある場所だよ。振り小僧、さっき説明したよ。うん、すぐそこの湖の際に立っているらしい。行ってみようか。さっき説明したじゃん、振り小僧。なんでハテナマークがついてる。説明してないけど。さあ、やっぱあれだな、トキコちゃんは写真撮った後のお疲れ様はボイスついてないのに、アイリちゃんだけついてる。なんかそこら辺がまだこうポグさんが作り慣れてない感があるね。ちょっとこのノベルゲームなの、アドベンチャー ADV っていうの、ギャルゲーっていうの、よくわかんないけど旅ゲーっていうの、これはあまり作り慣れてない感があるね。初めて着手しましたよ感が。そう見るとフライキってものすごくよく改善されてる感じがしますよね、至るところ。これが振り小僧なのね。瑠璃色の湖に佇む女神みたいで、とっても神秘的。ああ、いいかもね。どっちが綺麗っていう感じだね。振り子様とどっちが綺麗みたいな。さあ、戻るだけ？あ、正面進めるのか。ここにもお社があるのね。正確にはお堂だけどね。振り子姫の伝説には古実談があるんだよ。あ、そうなんだ。どんな？竜になった振り子姫は、同じく不思議な水を飲んで竜神になった八郎何これ？八郎の主。
八郎太郎八郎太郎と恋仲になって、二人は厳しい冬の間田沢湖で過ごすことになったため、主のいない八郎は冬の間凍りつき、その逆に田沢湖は厳冬でも凍結しないと言われてる。八郎、これ何、これが湖のこと、なんだろう、よくわかんない。そうなの、振り子は竜になってから幸せになれたね。振り子姫じゃなくて振り子って呼び捨てだったな、急に。びっくり。あー、このスタイルね。いいな、このスタイルいいな、やっぱ。うん。なんか、本当に、ただただ観光してるよな。ただただ観光してるよな。で、その八太郎は、違う、八郎太郎は、結構、おっかない竜人だったんで、村人は、八郎太郎が来るときには、このお堂にこもって、飲んだり、歌ったりして、八郎太郎の厄災が降りかからないようにしたんだって。タツコ姫って、タツコ姫ですか？すごい人を彼氏にしたのね。なるほど。タツノコか。タツノコではないのか。タツコ姫ね。ごめん、ありがとう。はじめに読んで。トヒコちゃん、はじめに読んで。お願いしたい。はい。ああ、だからあれか、竜か、タツか。まあ、なんつっても、二人とも竜人のカップルだからね。夫婦喧嘩、怖かったんじゃない？怖いだろうな。地は割れ、海は裂け、天は、ひしめき。なんか色違いけど。なんか、すごいことになりそうよね。喧嘩できれいな。まあでも、アリとかちっちゃい生物から見たら人間の喧嘩もそんなもんだよね。地を裂き、天を割りみたいな感じだよね。そういう意味だとスケール感の違いだから、竜人同士の喧嘩は本当にそんなもんかもしれないね。そんなんでも全然おかしくないね。スケール感というか規模が違う。あれ？こっちあったっけ？こっちはいた。右か行ってるの。少し、湖畔を歩かないか。ねえねえ、タツコ姫まんじゅうですって、一つ買ってもいい？一つと言わず二つにしようぜ、俺の分も。意外にこういう海苔のお土産が好きなのね。だって旅の醍醐味って景色と食べ物なんですもの。そうだね。未知の発見とかもそうだよね。いやでもなんかこれは一人旅ではないから、なんか醍醐味というか、なんかもう普通にトキコちゃんと観光できるはそれでいいみたいなところがあるけどね、旅っていうより。あれ、ビジュームが本当に綺麗、まるで外国の映画のシーンみたいね。あ、そういえば俺たちの出会いも映画みたいじゃない。なんだこれ、ゆうやなんかちょっと刻ってるっていうか、なんかこうアプローチかけてるよね、ちょいちょい。本当ね、もうずいぶん昔から付き合っているみたいな気がするけど。やめてよ、なんか実の血縁みたいな。まだ知り合って数日一緒にいただけなのにね。2日ぐらいでしょ、2日か1日か、そんなもんでしょ、数日ってか。映画で言うならライファーニで朝食を、それともローマの休日かな。そうしたら私はヨーロッパのお姫様の役ね。そうだね、本当にお姫様みたいだ。いや本当に割とお姫様っぽいけどな、いいとこのお嬢様っぽいんだけどな、おときこちゃん。てか、サエコは借金取りの秘書でしょ？なぜあの人を撮影する権利があるの？あの人ルートがある時点でなんか違う気がするんだけど。あの試合で負けてたらもしかしてサエコルート入ったのかな？トキコちゃんも現れなくて。そういうのあったのかな？わかんないな。どこで分岐するんだろうね。今現状トキコちゃんしか狙えなくない？出会ってはいるけど。ああ、2枚目いける。やっぱそうだね。ここは2枚目いける。ああ！なぜ裸ける？なぜちょっと脱ごうとする？それは何なの？あえりちゃんといい、何なのそれ、可愛いけど。ん？私にとってゆうやさんは本当の王子様。ううん、それ以上に大切な人かもしれないわ。それ以上ってない、常に王様。王子様の上って王様ってこと？キングなのかい。ああダメ、そのスタイル撮りながら写真ダメよっていうの、それちょっとおかしくない？撮ってくださいって言わんばかりのスタイルなんだけど。そっか。でも、ああ、映画には終わりがあるわ。この映画の結末はどうなるのかしら。いや、どうだろうね。明日なんて来なければいいのに。そんな寂しいこと言わないでよ。そうしたらずっとずっとこの夢のような旅が続けられるのに。ああ、うん、まあね、変わりたくないというか住みたくないというか、そういう気持ちはわかるけど、それはできないことだよ。でもいつかは夜も明けるし、旅の終わりも来る。そして、二人とも、それまでに答えを見つけなければ。取って、
さん、たくさんたくさん私を取って。そしてたとえ旅が終わりを告げても、あなたと共に過ごした私を覚えていて。やめてよ、なんかその泡になって消えてく人魚姫みたいなセリフ。あーなんかやで、やどれってやる、これ取らないでやどれ言ったらどうだったんだろう。笑って、ドリカちゃん、笑ってよ、笑ってよ、笑ってんのかな、これ笑ってるか表情変わってないんだけど、微動だにしてなかったんだけど。いつまでもそうやって微笑んでいてほしいな、ユミヤさん。勝負ないよね、ここで。あ、ごめん、忘れちゃった。あー、てっきり断られると思って、忘れちゃった。君の笑顔はどうして、え、何、君の笑顔に乾杯みたいなこと言ったのか秘密です。なんだったんだー。あー、これはいいな、これはいいな、これはいいけど、そんなジョジョ立ちみたいなポーズしないでしょ、現実には。こんなジョジョだろ、これジョジョだろ、結構スタンド使いか。終わったよ、さあ、行こうか。え、あー、もうこれだっか。はい、じゃあちょうどいいので一旦ここで休憩しようかなと思います。勝負がないんでちょっと困っちゃうけど、残りますけど、まあいいか、どうせ宿だしね。はい、じゃあここで一旦休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。